他には何もいらない、本気でそう言えるほど、もう僕の中にはいつだって君がいるんだよ。I love youテルと言います。よろしくお願いいたします。今100万回の I love you という曲を歌わせていただきました。さっき100万回の愛してるよりもって歌ってる人いましたけど、逆の歌を歌ってました。はい、はい、次なんですけれども、オリジナル曲をちょっと歌わせていただこうかな。盛り上がっていただいてありがとうございます。はい、ナズナという曲を歌わせていただきます。お花の名前です、ナズナ。はい、もうどこでも咲いてるような感じ。ああそうですかね、うん、そうちっちゃいやつなんですけどね。はい、うん、なんかね、でもどこにでも咲いてる花だけども、なんか頑張っていこうよと、踏まれてもなんか切られても頑張っていけるんじゃないかっていうような感じの曲になってはいるんですけれど、この曲なんですけど弾くの初めてなんですよ、実は。オリジナル曲だけど前これバンドでやってたことがあって、そうなんですよ、初なんです。まあ、その時歌うだけだったんですごい楽だったんですけど、今回ちょっとピアノで歌わせていただくんでちょっと緊張しても、 ありがとうございます。はい、しかもピアノの弾き語りっていうのが結構久しぶりなのでどうしようってちょっと思ったんですが、はい、7、8年ぶりぐらいです。結構ですよね、結構ですよね、期間としては。そうなんですよ、だからまあ弾けないわけではないけど、まあやってみようかなみたいな感じでちょっとオリジナル曲やってみようかなと思います。それではじゃあ、ナズナ聴いてください。みんなに照らされる綺麗な花。
した綺麗事を並べて、いつの間にか僕が僕であるための光になった。パラレルワールドに連れられ、あなたの欲しいものなんなりとしばらく考えてる間に夢から覚めて、外見てふっと笑う。広いこの世界の真ん中でジャンプジャンプジャンプ探してるのさ。草をかき分けて切り開いて、自分のスピードでいいんだよ。ジャンプジャンプジャンプ止まらない。結構前の曲になるんですが、ウルフルズさんという曲の、いいとこですよね。笑えればっていう曲になっていますね。はい、どういう曲か。まあいいこと悪いこともあれば、悪いこと辛いこと悲しいことも起こるだろうとに生きている中で、でもその中で一日の終わりに最後に笑えれば、また明日もからも頑張っていけるのではないかと。で、明日という日が来たらまた同じですね。今日の一日が終わる、笑えれば、笑って終われればっていう感じの、ちょっと前向きな曲になっております。はい、ではですね、この曲最後歌わせていただこうと思います。短い時間ではありましたが、ありがとうございました。では、ありがとうございました。
います。その前にちょっと水飲んでいいですか？どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。優しい。それではじゃあ最後お笑いあれば聞いていただこうと思います。とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り道、あははと笑えれば、子供の頃から同じ夢ばかりを見て、だけど今になって大人になって立ち止まったりして、全てがうまくいくはず、そう信じているのに、なぜか焦ってぐらついてジタバタするけど、とにかく笑えればそれでも笑えれば、今日一日の終わりにあはは。歩き続けてゆく、とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り道、あははと笑えれば、ありがとうございました。はい、テルさんありがとうございました。あったかい気分だよね。ありがとうございました。ほんわかといい気分だけど、ね、いや本当にありがとうございました。